日本の皆様、大光善と申します。今は教会の先生としてお勤めています。その前にね、1992年、平成3年からね、2000年まで、それ中の平成、10年から、それ日本でね、留学しまして、それを勤めましたので、それで一応中学は北京ね、北京大学に通っていますけども、その寛大意味からね、それを宗教信仰と人の人間の鮮明の意味はね、大変興味を持ちまして、感心しまして、それで一応こちらのね、進学の修士課程をね、修了しました。この勉強中ね、それでは神様の衆の崇拝する詩歌を書きましたので、ね、その詩この詩歌はね、9つの章をなされていますので、その今はね、今はこれ日本、中国語、それで日本、英語と日本語の、ね、3つの言葉を書いてますので、それで今の日本の方、日本の日本語の方は読んであります。それでは今は第8章を読みます。その第8章の主の神様、主の死、その復活の賛美する。その愛、私の主、私たちのために、あなたは死を賛美してしなければなりません。それは王国の神明の完成である。それは人類の救うの一体な一体さである。それは私のたちの父、神の呼び出します。それはあなたのすまないとあなたの目的である。私の主よ、私はまたあなたの復活を称賛します。まだ父の一体の力、私たちの神である、つまりあなた の永久な人生の始まります。それは我々は救われることが楽しみにしているものでだけです。以上ね、第8章終わりました。本当にご清聴ありがとうございます。よく好きだったら他の人にねお伝えてください。もしこのチャンネルの登録されば、本当に幸いなことです。まだ